で、このカメラなんですけども、まあ、よくカメラね、レンズありますよね、はい、そのレンズっていうのが何を選んだらいいのかってよく皆さん聞いてくるんですよ、はい、まあ悩みますよね。レンズとか悩んだことありません？なんか秋葉原のお店とか行くといっぱい並んでるんですけど、どういうものにしたらいいのかはちょっとわからないです、ね、いっぱいありますよね。あのこれまずマイクロフォーサーズという企画のレンズなんですよ、はい、マイクロフォーサーズだからマイクロフォーサーズのレンズを使わなきゃダメなんです。あ、対応してるものではないと。そう、これ例えばキヤノンのレンズがあってニコンのレンズがあって、はい、うん、どれも刺さるわけじゃないんです。ああ、そうなんですね、うん、このカメラねマイクロフォーサーズという企画の、まあ、ここなんです。ここね、ここ、この部分、これがレンズのその当てはまる型なんですよ、はい、その型にピタッと当たらないといけないっていうんで、まあ、そのカメラを買うときにマイクロフォーサーズのレンズっていうのを選ばないと、あのアタッチできない、はめらんない。なるほど。一生懸命はめてもダメ、相性が合わない、合わないっていう、まあそこら辺はね、あの皆さんカメラ持ってる方もいると思って、例えば、はい、これニコンのレンズです。ニコンのレンズね。でこのニコンのレンズをマイクロフォーサーズにつけたいっていう場合に、はい、こういうもんなんですね。これあ、これニコンマイクロフォーサーズアダプターっていうのがあって、これね、これつけるといいですか、これがマイクロフォーサーズからこう入れて、よいしょ、おこれね、これで今つけました。そしてこうニコンのズームレンズですか、これ、あ、ズームレンズ、単焦点レンズね、入れると、よいしょ、おお、回転します、回転しました、こんな感じでつくんです、はい、へー。だからあのマイクロフォーサーズ持っとくといろんなレンズ使えるんですよね。なるほど。うん、まあそれはあの色々と売ってるところにもよるんで、はい、あの売ってるところというかアダプターにもよるんで、確実に確かめてからじゃないとちょっと危ないんですけども、例えばあの2個のレンズあったよっつったら、じゃあそのアダプターを買えばマイクロフォーサーズ使えてしまうという、うーん、ね、統一してほしいですけどね、何でもレンズね、何でもレンズ、うん、使えるんで、このアダプター結構いろんな皆さん売れてるんですよ、アダプターがあって、いいですね、うん、制限、ただね弱点があって、このレングスっていうのが違ってて、ちょっとね、例えばこれだったら 25mm っていうレンズなんですけども、はい、マイクロフォーサーズアダプター入れちゃうとちょっとこれがなんか 50mm とか、うん、ちょっとこう望遠気味になっちゃう、照れ気味になっちゃうという、まあ、そこさえ気をつければもう全然問題ない。なるほど。このレンズの問題ね。でマイクロフォーサーズはマイクロフォーサーズ、はい、いっぱいレンズあるんですよ、はい、まあ、これ以外にこうズームレンズね、こういうのとかもありますし、うん、まあ、あとはこういうトイレンズみたいなの、おもちゃレンズ、へえ、こんなのもありますね。流行ってましたよね、うん、これ結構いいんですよ、あの、うん、便利というかですね、おもちゃみたいなんですけど、おもちゃじゃないような本格的なレンズだったりします。こういうふうに取り付けてね、いけたりとか、あとこんなレンズあるんですよね、カバーレンズって呼ばれていて、レンズなのかってカバーじゃないかったんですけど、うん、ここでやるとえいってやるとこれでレンズになってるという、危ない時はえいって閉める、開いて閉める、これの連続です。ちょっとね、こうなんかね砂とか入んなくて便利だったりするっていう。あ、シネマ女子。